単なる暇つぶしに来ている。あれ、総一、どこ行くの？お前の面見てると腹が痛くなったんだよ。ひどーい。ついてくるんじゃないぞ。お前らが来ると出るものも出やしないからな。見つけた。
まあなんとか大丈夫みたいだな。よかった。にしても、ごめんなさい、ちっとも良くないですよね。すごく痛かったですか？バカ言え、こんなですよね。いつも言われてます。実は今日起きたら背中がムズムズってしたんです。は？ひょっとしたらこれってちょっと背が伸びたからじゃないかなって。そう思ったらすごくすごく嬉しくなってきて。ん？そうしたらなんだかすっかり大きくなった気分になって、今なら何でもできるかなって。それでついうっかり。ついうっかり。普段はしないようなビールケース5段重ねに挑戦してみたというわけか。はい。それはそうとしてだな。お前その体勢そろそろ辛くないか？へっちゃらです。本当にそうかな？え？例えばの話だが、今俺がこの場所からどいてしまうと、お前はカートと共にスロープを転がり落ちてどっかの壁に激突した挙句、崩れてきたビールケースの下敷きになるか。あるいはそうなる前にカートから手を離してビタンって音がするくらいの勢いで顔面から地面に突っ込むか。それくらいの選択肢しか残されていない気がするんだが。ビタンってすごく痛そうな音ですね。すごく痛いだろうが、ビールケースの下敷きになるよりはマシかもな。
どうすればいいと思う？総一さんですか。いいお名前ですね。まあな。お願いする前に少しだけお尋ねしていいですか？なんだ？総一さんの手は大きいですか？力持ちさんですか？その…ほんの少しだけ、このカートが坂を下るまでケースを支えていられるくらいの…ふざけるな。ごめんなさい。見ず知らずの人に頼んでいいようなことじゃなかったですよね。私も大きくなったら同じことができるかな。ま、努力次第だな。綺麗な目をして笑うんだな。さっきより
もっと目をキラキラさせて笑うんだなって思ったからさ。そうですか。そんなこと言われたの初めてです。じゃあそういうことで、そろそろぶら下がっているカートから降りたらどうだ。2本の足でちゃんと地面に立てるまでカートを支えていてやるし、ケースの方は下まで運んでやるから今なら安全だぞ。私今は小さくて力持ちさんじゃないですけど、きっといつかは、ひょっとしたら明日にでも、もっともっと大きくなっているかもって思うんです。するの遅すぎましたか？そうだな、ちょっと遅かったかもしれないが、やっぱり。でも遅すぎたってわけでもないさ。支えてやるよ。だから遅れた分だけ早く自分の足で立つ。はい。
の、お飲み物をお持ちしましたのですけど、ひょっとしたら寝ちゃってます？何もオーダーしてないはずだが。さとテーブルに置けったら。はい。おい。つまみが甘いものばかりに見えるのは気のせいか？あの、宗一さんの好きなものがわからなかったので、私の大好きなお菓子でいっぱいにしてみました。ひょっとしてお菓子嫌いですか？その…嫌いってわけじゃないが…ワンフィンガー、ツーフィンガーって言ってたな。指を1本、もしくは2本並べた高さ、
もちろん指は縦じゃなくて横にだぞ。ぐらいにウイスキーを注いでから氷をいっぱい入れて、マドラーで13回転半ほどかき回し、さらにミネラルウォーターでグラスを満たしてから軽く3回転半ほどかき回して、で、こんなことを俺が説明するまでもなく知ってるか。それ水割りじゃないです。わかった、オンザロックなんだな。グラスたっぷりの氷にウイスキーをぶっかけただけの、まさに男の飲み物ってやつだ。サービスだからケチくさいロックグラスなんかじゃなくて、こんなでっかいタンブラーで作ってくれたわけか。そうだよな、こんなウーロン茶みたいな水割りあるわけないよな。俺はとんだ勘違いをするところだったよ。すぐにお酒持ってきますから。待てったら、俺はまだ何も言ってないだろうが。その俺もお菓子にはウーロン茶の方が合うと思うよ。ありがとうな。よかった、宗一さんがお菓子が大好きな人で。まあな。お酒は今日じゃなくてもいいですか？ちょっとお菓子を買いすぎてしまって、もうあんまり持ち合わせがないんです。気にするな、ケースを少しばかり運んだくらいで俺だけご馳走してもらえたんだから、もう十分って。おい、今お菓子を買ったって言わなかったか？ごめんなさい、ちょっと嘘ついてました。実はウーロン茶もです。そういう意味じゃなくて、こんなもの厨房に行けばいくらでも転がってるだろうが、どうしてかっぱらってこない？あの、いつもはお菓子が食べたいなって思ったらかっぱらっちゃうんですけど。それでいいんだ、水割りだって厨房じゃどうせミネラルウォーターより安いようなウイスキーで作ってるんだろう。そんなものを少しぐらいがめたところで店にとってはどうってことないさ。お前が懐を痛める必要なんかどこにもないんだぞ。でもそれではお礼になりませんから。の、そうか、そうだったよな。私またバカなこと言いました。
いや、多分俺の方だ。名前まだ聞いてなかったよな。すっかり忘れてました。私、総一さんに名前を聞いたきりで自分のことは何も。少しだけテーブルを貸してください。ああ、竜田七海です。覚えてください。七つの海と書いて七海か。なんだかでっかくていい名前だな。はい、お父さんとお母さんがすごく小さく生まれてしまった私の将来を心配して、二人で長いこと考えて、大きく育ちますようにって願いを込めてつけてくれたそうです。おかげさまで私はいつも元気ですし、あ、でも僕たまには名前の割にはちょっと小さいかなって落ち込んじゃう時もあるんですけどね。七海って名前はお父さんとお母さんが残してくれた私にとっては大切な宝物ですから、すごくすごく大好きなんです。そうか、よく覚えておくよ。あの、総一さんの名前もちゃんと知っておきたいです。電話じゃなかったらですけど。いや、なんでもない。